はい、どうも、みゆです。PSO2 進めていきます。今回は、緊急企画、クリスマス限定の、クライアントオーダーをやるという企画です。シリーズです。で、前回1個目が終わったんで2個目をやろうと思います。そして、今夜、10時から、私の生配信のページでクリスマスイブイブイブの約束が配信されます。お時間ある方はぜひ見に来てください。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。ちょっとなんか長靴あったんでここに立ってみましたけどもちょっと遠かったかな。まずしーちゃんのところに行ってクライアントオーダーを受けましょう。こんにちは。こんにちは。ボリュームたっぷり豪快メニュー、東道エリア限定、レベル10以上のマルモスからドロップでマルモスの肩肉を20個集めましょう。はい。私たちはいろんな惑星を渡るアークスだもの。ごく普通の鳥の丸焼きなんかじゃつまらないよね。さすが。というわけでこのパーティーでは東道に生息するマルモスの肩肉のローストをメインにしようと思うんだ。太古からの旨味が詰まった食べ応え満点のお肉で、厨房の料理人からのお墨付きだよ。クレシダか、クレシダさんか。だからお願い、マルモスの肩肉調達してきてくれないかな。じゃあ、またね、あのマンモスじゃなくてマルモスの肉を、クレシダじゃなかった、フランカか。マルモスの肉を集めに行きましょう。じゃあ早速、クエストカウンターから、マルモスの、どのクエストにしますか。まあ、クエストを受けましょう。フリーフィールドの東道行きましょう。ノーマルで。パスワードはですね、まあ前回と一緒だけどね、2。クリスマス企画だよ、2。なぜか地下コードハードは行かないのに地下コードハード推奨の枠にいるっていう。はい、じゃあ準備できたんで出発しましょう。はい、到着。今回はマルモスが、ターゲットということで、マルモスはね、前回のあの、なんだっけ、ファンガルフルを倒してファンガルフルの牙を集めるっていうクライアントオーダーの時にめちゃくちゃ出たからね、マルモス。多分そんな苦労はしないんじゃないかなというね。ほら、ファンガルフル前回あんだけ出なかったのにもう速攻出てるよ。お、出たよー。こいつを倒して、マルモスの肩肉をね、20個集めるって。なんか、エマージェンシートライアルで、たまにあの、デーマルモスが普通に出てくるんだけど、なんかあの、メセタとか、ああいうのいらないから、あ、デーマルモスでかいからさ、マルモスの肩肉なんか、5個ぐらい、ポンとか出してくれるんだもん。で、これがね、マルモスの肩肉。1個ゲットいった1個ゲットしました。まあ、こんな感じで、やっていきます。今回は、マルモスだから多分すぐ終わるかなという予想、私の予想。大体私の予想は外れる、私の予想は外れるんで、あんまりね、当てにならないっていうか、私がこの動画内でね、発言していることはほとんどあんま意味を持たないというか、なんとかかなとか、なんとかだろうなとか言ってるんですけど、大体確証はないんで、まあ、適当に聞き流してくれるといいかなって感じですけどね。結構ね、動画とか見直してるとね、あ、すっごいアホなこと言ってんなっていうのが多いんで、なんか今日も
今日多分公開になった何番だったかな、57か8ぐらいでね、ファングパンさん、ファングパン氏のクライアントオーダーを受けるときに、こいつは多分地下行動かなとか言って、今さっき倒してきたばっかだろっていうのが多いんで、いやー修正したいけどね、もう取っちゃったものはしょうがないっていう、なんかもっといい編集ソフトを持ってれば、編集ソフトと編集技術があれば、あのアフレコして音声を入れたりとかテキストでツッコミ入れたりとかできるんですけど、今のところねそんな、こともできないので、もう垂れ流しです、垂れ流しですよ、アホさ加減垂れ流しっていう、あと漢字のね読み間違いも多いっていう。まあ、かといってこの実況のためにね、じゃあ今から漢字勉強するかっていう気にもなれないんで、まあそのままですけど、まあそれはそれで私のあの動画の味としてね、あの見てくれるといいかなっていう。まあ、とりあえず私はね頭はそんな良くないですよ。普通です。普通です。あえて普通です。まあたまにアホなこと言う普通です。ということでこんな感じで、マルモスの肩肉集めていきます。はい、あこれ違うな、間違えた、おいたいたいた、マルモスいたよ、こいつを倒して、これです、こいつであと1個になるのかな、もしこいつが一個としたら、これを拾って、あ全然近かった、あとねあと3つありますね、これお、いい感じにいっぱい出てきたよ、こいつら2匹とも出してくれればあと1個になる、いや今回はね、あ出してくれなかった、今回はあの前回よりも断然早いですね、なんかすごいさっきからさお腹が鳴ってるんだけど、これお腹の音入ってたら笑っといて、お腹の音入ってたらね笑っといて、誰か動画見ながら、こいつ腹減ってんだ、お、あと2つかな、あと2つだけど、てかあと最後の1つとかがねすごい時間かかるんだよ、なんかもう最後だって思うとだいたい時間かかる、もう前回も言ってたけど、多分私の生配信見てる人はねわかるかな、わかんないか、わかんないか、あここら辺いいね、なんか安定して出てくる場所を、ここなんかさっきも出たし、今連続で3匹出たとこも最初からなんかずっと出てきてくれる、これ落としたかな、落としたね、ああとあと1個、あと1個か、あと1個、あと1個です、あと1個、やったー、テンション上がるぜ、これテンション上がるぞ、上がるぞってなんだテンション上がってくるとなんかねよくわかんない言葉言い始めるな、私ダメだ、ここ近すぎて出てきてくれない、もうちょっと、あてかエリアに行こうか、エリアに行った方が出るかも、エリアにでもなんか何匹かぐらいは出てたよね、思ったけどさ、フリーフィールドじゃなくてデーマルモスの鎮圧でもよかったんじゃないかと今思った、エリアになんか別にフリーじゃなくてもよかったような気がするわフリーじゃなくてもよかった気がするな、マルモスだったら
ハンガルフルもそうだったかもしれないけど、なんか結構他のクエストの方が出る頻度が高かったりとかするような。でエリアにはどこで出たっけな。ああー出た出た、なんかいっぱい降ってきた。これ絶対終わるな、これ絶対終わる、これは絶対終わる、これ絶対終わるって言って終わんなかったら怒るわでこんな3匹も出てさ全員落とさないとかないでしょ、絶対1匹ぐらい落とすでしょこれ。はい、まずこいつ落とさない何この不安を煽るような演出。もう2匹同時に行こうか。これで同時に倒そうと思ったけどできなかった。よしよし、これでさ出なかったらさ相当私運が悪いよね。相当運が悪いのか、なんだろう、狙ってるっていうのかみたいな。あ出た出た出た、よかった出たわ。でこいつ落とさないんだよこいつは落とさない。3匹出て1匹だけ出した。ちょっとこのアイテムを取る前に適当に倒しとこう。これでお猿さんもね、ほらほら、よし、オッケーかな。じゃあ最後の1個取ります。チャリン、終わりました。じゃあゴールに行きたいと思います。やった、終わったよ。これね瞬間移動したいけど今回は普通に歩いていこうかな。まあいいや、行きましょう。わあなんか落ちてきたわ。じゃあね、じゃあね、もうマルモス終わった途端に出てくるからな。とう、まあじゃあエリアさんに行きましょう。よーし、エリアさんに着いたんでボスをねさらっと倒して終わろう。まあ、一発で倒せるかもな。一発で。もうここのボスなんて怖くないし、とか言って死んじゃったらどうしよう。ガオ。緊急通達だ。よく聞け。始まりはいつも同じアングルだな、これ。行くぞ。Emergency Call Jiu。こっち来るかな。えい、もう一発いとこうか。えい、なんかすっごい危なかったよ。痛いって言ったね。リサあんな声出すんだ。あんな声というか悲鳴か。吠える、うん、よーし倒した、倒したよ。なんか途中いろいろ遊んだけど倒しちゃった。アイテムゲット、また多いなアイテム。え、なんかリサが倒れている。遠いなあそこ。おはようございます、リサが起きた。あ、このアイテムも回収して、さあ帰りましょうか。見事、文句のかけらもない。見事、またの捜索完了しました。よーし、次のマッターがキーマターと、まあ普通のなんかイベントを見るマター。
これどっちもすぐできますね。これどっちも次回やりましょうか。とりあえずこっち。よし、じゃあ報告。はい、じゃあロビーに着いたので C に報告に行きましょう。こんにちは。こんにちは。なんかグラフィック追いついてないけどいいや。はい、よーし、これを厨房で料理してもらったらメインディッシュは完成だね。いやー、ありがとう。本当に助かっちゃったよ。はい、じゃあこれ依頼の報酬、また何かあったらお願いするよ。よろしくね。イエーイ。次は何だろう。奪われたプレゼントということで、次回は東都エリア限定レベル21以上のキングイエーテから、子供たちへのプレゼントを5個調達するということで次回やります。またね。またね。で、ちょっとマッターボードの、条件が出たんで、まあ次回と言いましたがちょっとやっちゃおうかなと思います。ちょっと長くなっちゃうかもな。まあいいか。なあ、聞いてくれよ。俺さ、強くなるための方法を真面目に考えてみたんだ。お、何でしょう。でさ、きっと強くなるために必要なのって強い武器だと思うんだ。まあそれはありますね。ほら、アークスのお偉いさんは専用の武器を持ってるだろ。ああいうの俺らも欲しいじゃん。欲しいじゃん。だからわざわざ東証のおっちゃんに直々に頼みに行ったのに、やサクッと門前払いされちまった。門前払いとか情熱がないとかなんとか言ってケチだよね。なあ、お前からも頼んでみてくれねえか。俺たちに必要なのは強い武器なんだって絶対。なあ、なあ、頼むよ。はい、マターの捜索完了しました。なんか強い武器が欲しいらしい。レダ、これはどうなっていくのかな。この物語はロビーなんですごい重たいですね。やる気をなくした当初、あれ、なんかジグっていう人のところへ行くらしい。ショップエリア西休憩広場、これ受けましょう。次はキーマターの条件をやります。はい、では、今回はここら辺で終わりたいと思います。今夜ですね、今夜10時から、私の生配信のページでクリスマスイブイブイブの約束が配信されます。お時間ある方はぜひ来てくださいと、冒頭にも言いましたがもう一回言っときます。はい。まあどうなるか分かりませんが、よかったら一緒に、楽しみましょう。ということで、今回はここら辺で終わります。生配信来てくれる方はまた後でまた会いましょう。それではさようなら。